本日は長野より川上建築設計室の川上圭一さんにおいでいただいております。今日お話しいただきます川上さんはですね、東京じゃなくて長野の方で、頑張ってると。金曜の会は月に1回、建築家の方いろいろご招待してお話聞きますけども、いわゆる今まで今年はですね、伊藤豊さんですとか、それから内藤宏さんもやっていただきましたし、そういう重鎮も呼んでくるのもいいんですけども、やはりですね、地方で頑張ってるぞという方ですとかですね、それから特に若い人なんかに注目してやろうと思ってます。ですので、まず地方で頑張ってる川上さんにお話を伺うと。あんまり理論的というのは、お手元の方にこういう資料がありますように、いっぱい、いわゆる民家ですね、いわゆる保存ですとかそういうことじゃなくて、なしを自分たちのそばにある、普通の住宅、民家を長く継承しようということで、いろんなことをやってますんで、実際に作業の中からいろんなノウハウがあると思いますので、それはぜひ今日話していただきたいということでお願いします。ということで、よろしいでしょうか。今ご紹介に預かりました川上と申します。今日ここに来るってことでですね、私保存問題委員会って言ってね、ここの JI のあれでずっと桐谷さんとか金子さんとか大根先生たちとかですね、いろいろお世話になって、柳沢さんは高校の大先輩でですね、身内の方とというか初めての方も何人かいらっしゃいますけど、今日は桐原さんに本当に恥かかせないようにってことがとっても気になっておりまして、まず人が集まるかってことと、何年川上なんてのはどうなってんだっていうようなことでですね、ちょっと心配したんですが、まあこのくらい集まっていただければ本当に助かっております。それでですね、自己紹介はですね、裏にいろいろありますけど、私はとにかく都会があんまり好きじゃなくてですね、43年ぐらい前に、大学を卒業したらもうずっと本籍も何も塩尻、長野県の信州の塩尻っていうところ で会社もそちらの方でいたんですけど、まあたまたまですね、建設会社に入っちゃったんですけど、入ったんですけどその後やっぱり木の勉強しなくちゃいけないっていうことでですね、ちょっとそれとは別に学生時代は非常に劣等生でどうしようもなかったんですけども、まあそれが良かったかっていうのもちょっとあるんですけど、実はその木の勉強することにとってはいろんな情報を持ってなくても良かったもんですから、それでそんな仕事でやってきてるんですけど、皆さんご存知ですが、民家再生37年前にですね、民家再生っていう言葉が初めてできたと思うんですけど、その時に古枝裕信っていうですね、松本の田舎で最初に始めた人がいまして、そこの、番頭をやってました12年間。それで手探りで最初その民家っていうのは、民家なんてのは私小さい頃からたくさんあって、別にそんなことはあえて言うことないのに、なんでそんな仕事をするんだろうと思っていたんですね。設計って仕事は新しいものを想像して、新しい代に新しいものに向かっていくっていうのに、なんでその古いものを補修したり直したりっていうことだったんですが、そんなことでちょっと疑問を持ってたんですけど、今は全くそれ違ってまして、これやっててよかったなっていうようなことも含めてですね、多分今日集まる我々の人たちは東京の方でお仕事されてると思いますけど、まあ桐原さんがねこっち来てちょっと田舎の方の働いてる人たちの応援ができると思うから、ちょっと喋ってみろと言われてですね、今日いろいろ用意してきたものですが、その辺のところでちょっとご説明したいと思います。はい、まず私のこれ事務所です。来たことある人もいると思いますけど、これ大正13年、95歳の病院です。これ敵国といいますか、木造の2階建てです。で、私は普通のところで仕事したんですけど、まあ、仕事の関係もあって、ちょっとこれを壊して駐車場にするって話があって、いや、それはないだろうっていうことでですね、まあ、松本の病院ですので、結構、医院として看板建築が違うんですよ。四方ともこういうふうにできてまして、まあ、ご当地ルネッサンスっていう建物かと思いますけども、まあ、2階建ての木造で、で、1階がずっとこれ、病院と応接間になってまして。2階がこれ全部病室で、ここのとこね、でここがね、座敷になっております。で、これ瓦屋根です、実はね。で、これパラペットでうまくごまかして、
フラットルーフに見えてますけど、そんなことでですね、ここでやっております。はい、突然ですけど、信州って非常に民家がたくさんあります。で、まあ、残っちゃったっていうのは金がないってことと、それから、まあ、情報が少ないってこととですね、だ最近ちょっとハウスメーカーにいろいろやられてますけど、こういう民家がたくさんあるってこと、ちょっと郊外に行くとですね、長野とか松本は結構ないんですけど、ちょっと田んぼとかですね、郊外に行きますとたくさんあります。で、ここにたまたま、3つ4つこの一軒で一つの屋敷ですけどあったものですが、これが方棟造り、これ蔵ですよね、縦ぐるみって言いますか、ちょっとね。でこれが産室ってなってまして、門があって、まあこんなのがね、まあざらにあるっていうか、そういう場所です。それで一応6つぐらいありますけど、どこの地方にもありますが、ちょっとこの方棟造りっていうのは特徴的ですけど、ちょっと説明します。おさらいです。はい、でこれ茅葺きの寄棟造りっていうね、これは金勾配なんです。ちょっと写真の撮り方が悪いんですけど、一応茅葺きに、茅葺きはちょっとね、あまりにも手入れが大変なんで、鉄板をかけてこうやって、これついこの間までね、この状態でいました。江戸の中期にできた建物で、ここに雨戸の戸袋がありますけど、これですよ。これ寒さ、信州はマイナス15度から30度ぐらいになりますけど、これでですね、ここに夫婦とお年寄りと若者と暮らしてましたけど、おじいちゃんが頑固で絶対これを直すなというですね、そういうことです。ちょっといくらでも偉くないかって話でですね、また後で出てきますけど、まあ結局5年ぐらいかかって再生することになりまして、よかったって言ってくれましたけど、はい。でですね、あと本棟造りって、これはよく大屋根です。本棟造りっていうのはどういうことかっていう と、木が信州は大変たくさんあるので、ほとんど木と土だけでできているうちですね。それでこれが切妻の大屋根ってことで、ほとんど間取りが正方形で緩やかな勾配で石置き屋根です。それに間取りがここの間するだけで、これは角屋っていって、これお風呂とかね出てますけど、これどこの方にもあるかと思って、本棟造りっていうね、建物の代表が私の住んでる塩尻にあります。でこちらが松本にある本棟造り、これがねザラにありますんで、それは松本、信州で行くと松本と飯田とですね、木曽大地にしかありませんけど、これは僕らが見るとザラにあるもんで、普通の牛だと思ってたら特別な牛だということでね、ありますけど、まあ話すと長いもんで、これはこういうものがあるということでね、これもみんな全て合理的にできてます、当時はね。はい、それから産室作りって、養蚕農家の別棟で作業部屋なんですけど、こういうものがですね、大きさ大きくても小さくてもあるんですけど、風を通してね、そのお蚕の時代があったじゃないですか、明治大正と、そのお蚕を飼う時に飼いながら、またさらにここでストックして、風を通してね、虫がつかないようにして、相場が高い時に売るという、そういう建物です。でこれが住宅にもなってますが、一応こういうこっちに母屋がありますが、付属屋としてこういうものがあると、養蚕のための建物です。これもたくさんあります。はい、それからこれは 蔵ですけど、まあ、これは農家の蔵で置き屋根って言います。こういう建物の上に帽子のように乗せてるだけでしてね、これ重くないとね、風で飛んじゃうんで、まあ、こういうことで温度とか非常湿度の問題とかありますが、これが納屋ですね。ここちらっと見えます。これ煙突です。これは外の風呂で、ここが火事で燃えちゃって、こういう家が建ってますけど、まあ、これもね、ちょっとこれを壊して作り直したいって言ったもんですから、これを使いましょうって話にしたっていうことです。はい、それから町屋ですね、街道沿いに宿場町ありますけど、宿場町は間口が狭いし、それから奥行きが長いんで、ずっと向こうまで30メートルから50メートルありますけど、まあ、これはでかい建物の方なんで、大きな建物ですけど、出し張り作りって言います。世外作りとか出し張り作りって言いまして、風を通したり、2階に物を置いたり、それからちょっとお客さんを置いたりですね、場合によるとその夜の商売の人もいたという、そういうこういう通りですけど、そういう方のうちの中でこういう通り土場があって、これが大きな、出し張り作りっていううちですね。これは日本中街道沿いにはあちこちにあります。はい、それから大正ロマン義用府、まあ義用府が先なんですが、開智学校、皆さんご存知のね、重要文化財の開智学校ですね、三浦宮でちょっと義用府っていうことになってますけど、これがギアマン学校って、ガラスはないんですけど、お寺をうまく利用して、ね、こういうものができたということですが、
その他に大正時代になりますとちょっとこなれてきてお医者さんですね、すぐそばですけど、松本寺の近くです。でこれも私の事務所で、これが壊さなんで済んだということで、はい。であと番外編でですね、長屋門っていうのがあります。あの長屋門っていって、あの街道沿いにありましてね、あの屋敷のところをこうなってて、まあ道路からこれ下がっちゃったりよろしてですね、長屋のような門ですね、両サイドに住まいとか物置になってて、それが門も兼ねてて中には母屋がある、こういうような建物もあります。はい。それでちょっといきなりですね、ちょっとまあこのコルビジェですよね。我々の時代は大学の時、まず巨匠っていう人はこれのこの人だと、だからこれを知らなければ建築をやってる意味がないって言われた時に非常に眠くなっちゃいまして、それで勉強しなかったということなんですが、まあご存知というコルビジェ5原則はピロティ、屋上庭園ですね。屋上っていうのは屋根の上ってことだね、屋上庭園。それから自由なプラン、水平の連続窓、自由なファサード、まあ釈迦に説法みたいな話ですけど、これができないと建築をやってる意味がないって教わりました。でもそれは変だと思いました。はい。それで次ですね。で藤森先生がですね、実は塩地長野県出身で、伊藤豊と藤森先生は諏訪湖を挟んでですよ、生まれも育ちもほぼ一緒 で トップクラスでいたんですけど、伊藤先生は諏訪湖の、下社の方ですね。で藤森先生は上社の方ね。その御神渡りってあるでしょ、御神渡りの渡った対角線にほぼ同じ時期にすごい建築家が出たということで、僕は藤森先生のザラザラ建築が好きで、ふわふわ建築はちょっとあんまり好きじゃないんですけど、伊藤先生にそう言ったらハハハって笑ってましたけど、まあそれでですね、その藤森五原則っていうのが僕はね大事な五原則だと思ったんです。西田隆英さんがね、ザ・藤森というのを本で、藤森さんの五原則は何ですかって言った時はこう言ったんですよね。まず屋根、屋上じゃなくて屋根、柱、お手元にそこだけありますけど、それから土根、分かる、大体今日は分かりますね。あとこの火ってのはね、僕分からなかったんです最初ね。ところがね、人間が暮らすにおいてはね、火ってのはすごく大事だっていうわけですよ。だから必ずお茶もそうだし、部屋に暖炉とかね、何か火を持ってきて、煮炊きもそうだけど、人が集まるとかね、暖を取るとか、何か心のよりどころっていうようなことで、こういうものが五原則じゃないかって言ったもんですが、それはそうだと。皆さん、この五原則で今できているうちが少ないですよ。屋根はない、屋上はある、柱はない、壁はある、木はない、ね、建材がある、土はない、これもまたちょっとクロスとかね、建材ですよね。火は全くない、電気があるということになった時に私はこれはなんでこれをやらないんだっていうのがね、すごくその後気になってまして、これが普通でしょうと、日本においてはこれが普通でしょうというふうに思っております。はい。それでですね、私は田舎にいますと、その再生っていうか、再生って意識になったのはかなり30年ぐらい前なんですけど、それまでは、何か古いものを直して、まあ、簡単に直るもんですからやってたんですけど、いやちょっとすごいなと思ったっていうことをちょっと後で言いますけど、それで心がけてる、私今450件ぐらい住宅とかいろいろ作りましたけど、約そのうちの100件、約3割ぐらいが古いものを直す仕事です。それで心がけてることなんですけど、まずですね、これ民家っていうのはやっぱりその時代に生きてて、用に徹してて、それを大事に守ってきて、いろんな景色と景観とかですね、なってますけど、ただ美しいっていう、そういう問題じゃない、意識してない、民家は無意識のうちにできてます。それは自然に美しい、富士山が美しいと同じことですね。その時にこれを見てた人たちは一体どうやって作ったんだろうってこともありますし、それをどうやって守ってきたんだろうと、それをどういう記憶として残ってるんだろうっていう、そういうことでいくと、保存っていうレベルを超えた歴史を勉強しなくちゃいけなくて、それでそのことを非常にヒアリング時間かかります。それから建物を調べる、まあ、お医者さんみたいにですね、調べる、で歴史を知らなくちゃいけない。それからただ古いものを残すのはただ保存っていうかね、つまり剥製みたいなもんですよね。それは学者さんたちがよくやってることです。それはある意味とても大切ですけど、
もう一つは今現代に生きてる時にそれじゃ住めないけど、寒さとかね、車の時代だし、プライバシーが多いし、物が増えてるし、そういう時に一体どうするんだって話の中で、現代を探らないとね、やっぱり車社会とか情報社会とかあるじゃないですか、そういうこと、インターネットとかこういうマイクもありますけど、そういうことも含めて機能的なことばかりじゃなくて、現代に生きてて現代に生かすっていうことをどうするかっていうことで、最新動向を理解しなくちゃいけないっていうことですね。今最近は省エネとかね、耐震とかシャラうるさいなんて言っちゃいけないんですけどそういうことも勉強してます、私もね。ただしね、これはなんですか、さっきの木材とか土とかね、瓦とか金物もあります。材料と技ですね、職人です、職人、型もありますね、そういうね、職人。それから形がありますよね、さっき言った5つの形が、その材と技術と形を、これはね、やっぱり我々のご先祖たちの宝物ですし、それはかなりの自然とかね、社会条件でこう疾病会社をふってできた形があります。こういうものを生かそうと。で、それ最後にこれは藤枝所長、僕の先生が言って、ちょっと民家でちょこちょこってやってね、少し僕も勉強したので、少しはちょっと自分でこういうふうにしてみたいなとか、ああしたいなってやったんですよ。建具はこうした方がいいとか、照明はこうした方がいいとかね、いろいろやったらね、君ダメだよっていうことですね、そういうことは。つまり建物 の良さを消すようなことはやめろと。それはお前の癖とか思い込みだけだろって言われてですね。で、それでハッと気がついたんですけど、我々はその、まあ、私みたいなその建築的な才能もないものは、やっぱり、そこにあるものを生かすってことも一つの大きな仕事でして、それにはですね、そこにあるものをこうさっき言ったこう調べながら、それから何もしてなかったようにきちっと現代に残すっていうことが大事じゃないかなっていうことで、そしたらね、己を殺さなくちゃいけない、まあ、殺すっていうか、今今日こうやって喋ってて俺がって言ってますけど、実はそうじゃないですか、己を殺すってことなんですね。ですだから何もこう考えずに素直にそのものに対峙するっていう、っていうことは古きを尋ねた新しきを知るってことになりませんか。そういうことで本校中心に松尾芭蕉じゃなかった、松尾芭蕉じゃない利休だったかな、不益流行って言葉今ありますよね。不益流行って言葉は全然変わらないところと今の時代の最先端を両方積み上げていくものが現代に生きるってことで、これと同じことだと。不益流行って書こうと思ったら、なんかある照明器具のメーカーで不益流行っていう照明器具があるらしくて、やめろっていうもんで温故知新にしましたけど、一応そういう4つのことを一応心がけてます。これはまあ僕の心がけだけでして、別にどうしようってことじゃないです。はい、あ、それとですね、お茶、私お茶もやってるんですけど、お茶をやるとやっぱお茶がいかにすごいかっていうことに気がつくんですけど、あまりも深くて、それで一応村田重工と竹野次郎の後に利休があります。で、その時代にですね、このわびさびっていう世界が出てくるんですけど、その時にできた言葉がですね、まあ何でもお茶もそうだし、建物も風情も屋敷も庭もそうですけど、この威風になく、結構になく、さすがに手際よく目立たぬように利用して、そういう言葉があります。でちょっと分かりますよね、威風になくっていうのはなんかかっこよくて人と違ったことをするっていうことです、じゃなくて普通のことやれと。この結構になくっていうのは難しい話で、結構に作るじゃないですか。我々は結構になくっていうのは立派じゃいけないってことなんですよ、訳すとね。で結構でなくちゃいけませんけど、結構になくって言い方は立派であっちゃいけないと、異彩を放つようなことではなくて、ただしですね、さすがに手際がいいっていうかね、何もしないってことはね、非常に手がかかります。こういうとこも天井張っちゃうと楽だけど、表しにすると大変じゃないですか、お金の倍ぐらいかかってね、皆さん経験あると思いますけど、さすがに手際よくやらなくちゃいけないですね。表しっていうのは大変な仕事です。だけれども目立たぬように、目立たないってことはそこに何気なかったですね。でもほら、いろいろ田舎にありますと、そういうものが壊れると、ってね、結構皆さんがね、なんで壊すのとかで泣き出したりとかありますけど、でそこにただあるってことがとっても大事なことで、
それであの目立たぬでいいじゃないかと。で力はその後ですね、いい建物って何ですかって言ったらね、うめきが多いがよしって言うんですよ。わかります？うめきが多いって言うんです。木がもうあのね、大工さんたちみんなね、あの木が傷んだりね、こう傷だらけだと失敗したと思ってね、買いたがるんですよ。でもそれはあの僕は岡直美先生にちょっと教わってね、それはダメだと。そういうことはやっぱり生かせるものに生かして、それをやるのがいいだろうと。それがやることってことはこの目立たないよしという、そういうようなことも含めてそんなふうに思ってやっております。で今ちょっと、あ、じゃあそっちにお願いします。それでですね、これであの野垣はこれ最後で、あとはあの仕事の関係を言いますけど、まあちょっとこれはあの僕が勝手に作ったあの表ですけど、簡単な家でも建築でも何でもそうですけど、最初こう作って、こっちがタイムですね、時間軸、こっちが価値ですね。で、まあいろいろなところで一番僕建築的に優れてるのは大正時代だと思ってます。大正時代じゃないかと思うんだけど、ずっと進歩してきててですね、だからまあ明治ですごいことになっちゃって、まあ、一応まあ明治の終わりからで、あの新築で作るじゃないですか、その民家ってものを、戦前に建てられた民家、あ、民家って何かっていうとですね、古民家と民家とは違いますよね。民家ってのは普通のうちのことです。本当にいいうちはお屋敷って言います、親方とか。だからその古い、本当に武士の人たちがその差別用語として言った言葉が民家っていう言葉ですので、まあその民家っていうのはだから庶民のうちってことですね。基本的に庶民のうちは圧倒的に多かったです。多いし、でその作った時はですね、非常にこう明治の終わり頃になりますと、あの洋風とかそういうのが増えてきて、和洋折衷で非常に位の高いものができて、それが時代とともにこう風化したりしてこう落ちてきますね。ちょっと実はそれと同時にですね、本物で作ってるとちょっとずつこう上がってるとこなんですね。こうやってね、少しずつ価値が、例えばあの金箔が剥げたとか、エイジングって言いますよね、時間が経つとこう良くなった部分もありますけど、設備とかそういうのはね、大体民家でも20年おきぐらい一世代ごとに直してますけど、そういうことも含めてあのなってますけど、とりあえずこれで、ね、増改築するとちょっと上がります。新築でもこの辺で壊しちゃう場合もあるし、これも落ちてる場合もあるんですけど、新築だとなりますけど、リフォームするとね、大体ねリフォームするとこうなりますけど、最初の高さまではまずいかないですよね。リフォームしても価値としてね、それは便利さとかいろいろ再生ってありますけど、私の思ったこの再生って仕事はですね、新築以上になるんじゃないかということです。新築以上になるなんて考えられないでしょ。どちらかとね、再生って仕事はね、根気もいるし大変なんだけど、非常に簡単っていうか、やりやすいっていうかね、価値がね、そういうものを探ると価値がね上がるっていうふうに思った新築は皆さん設計するときに思った通りになるでしょ。ところが再生はね、思った通り以上になります。これはね、経験した人は分かると思いますけど、こんなに良くなるのって、こんなに大切なもんだったんだっていうのを気がついて、でほとんどの人が喜んでくれて価値が上がる、ここを目指します私はね。まあ、一応そんなことでこうちょっと表にしてみました。それは表お手元にありますんで、でその次、じゃあちょっと声うるさいですかね、早すぎるとかいいですか。これ事例についてちょっとあのなるべく早く回してですね、あと質問できたらということです。民家再生の具体事例をちょっと言います。はい、安曇野にですね、朽ちかけた民家を週末住宅って、これね、国交省の偉い役人さんが、信州のおばあちゃんが信州の生まれだってことで、土地を探してくれてね、ここに、これが廃屋になったところ、これでも直すんですかって、僕も驚いたんですけど、その人たち、はい、次です。これですよ、最初見せてもらったときに、ここまで壊れてるとね、ちょっとさすがに偉いですね。で、何が偉いかっていうと、まあ、一応柱とか土台とか基礎とかあったんですよね。雨戸もちょっといいところだったんですけど、ここのね、雨漏りしだすと早いんです。30年ぐらいで、ほとんど30年ぐらい前から空き家になったんですけど、毎年ってくらいこれがガサガサと落ちてきてね、で、これを直すんですかって言ったんですよ。で、だけど、いや、この形が好きだしっていうし、なんとかして、しかも週末住宅ですよ、これね。っていう話でちょっとね、驚きました。ここと裏とね、2つ陥没して、これが折れちゃっててね、
これ以上行くと折っちゃって、この辺はもう、なんていうかな、ダニっていうかね、ネズミはもういなかったけど、そういう状態です。はい。で、これね、これまだ壊してる前ですよ、壊す前。で、あのこういう、こっち馬屋があって、オードがあったりして、ちょっと変えてますけど、こうやってもう陥没してますね。はい。で、こういう状態ですね。これも、あの、これ、差し釜行ってみますけど、差し釜はね、結構しっかりしてました。で、ここのところは軽石で使えそう。で、ここもなんとかって、ここのしぶちがちょっと危くて、これはもうダメ、あのね、カビ来てね、こぼしてこっちで言ってますんでね。で、それで、ちょっと思ったよりかかるけどいいですかって話でね、そしたらちょっと考えさせてくださいって言ったんですけど、なんとかお金の目処が立ったからって言ってですね、あのやることになったんですけど、これちょっと値段だけ言うとね、坪50万ちょっとです、それは。はい。で、一応、あの、一応ね、あの、民家ってね、壁がないんです。皆さん、耐震とかなんとか言ってますけど、壁がないんですよ。これ、別にいじってません。ただ、建具を外しただけ。間違いなく無言まで見ちゃう、こうやってね。というのは、やっぱりこう、フレキシブルに、こう、いろんな、あの場所に対応するように、特にお寺さんがそうですけどね、それでこの重い屋根が乗ってて、なんともないっていうか、まあ、なんともないことはないんだけど、でも100年以上持ってりゃいいでしょう。皆さん30年とかなんとか、長期有料住宅とか言ってますけど、100年持てばいいじゃないですか。また、もう500年は絶対持ちますんでね。はい。で、あ、これでですね、あの、一応プランを作って、お施主さんの希望、夢を形にするもんですから、いよいよ、行き晴らしをします。で、今こうやってやるとえらいぐちゃぐちゃと壊してるようですけど、使えるものと使えないものをうまく分けて、で番付、こういうとこ打ったでしょ、これ番付してるんですよね、こうやってね、番付して、つかむ、これ使うんですよ。で、上手にフォークラブっていうのでこう掴んで外してます。で、手だけだと大変なお金になっちゃうね。はい。で、一応こうやって番付したものを、これ一本長いね張り桁ですけど取っとくと、やっぱりね、何回もやりますけど、こういう状態になると果たしてこれがまた戻るかっていうのは非常に不安なんですけど、まあ意外とね、大工さんたちに戻しちゃうね、これね、意外とってことだね。はい。で、この場合はあのもうね、ちょっと地盤も低いしね、あの民家で一番いけないのは地盤が低いってのと、一番いけないのは屋根と床です。基礎がダメだし、屋根もちょっと歪んでるし、で土台がこう長い間下がってるので盛り土してですね、で新しくするときに、あのこう持ち上げてやるの方がお金かかるんですよ。一旦解体した方が安いんです。それで基礎を普通ベタ基礎にしてね、こうやってやると、はい。それでいよいよこう仮、それでね、これちょっとね、痛みがひどくて、こういうとこ腐ったりしてるとこあるんですよ、こういうとこ。それであのまた一旦組んでみるんですけど、これ針一本変えてますね、こうやってさっき落ちたところで、こうやってやって仮組みします。はい。で仮に組んでるんですね、こういうとこね。はい。で、一応、あ、ちょっと待って、仮組みするとですね、あの一応日本の家屋っていうのは、まあ、1階を作って、敷金型して床の下地を作って、また柱を立てて通し柱上がってます。で、上は小屋組みっていって、この下の部分と上の部分は別々できてまして、ここのところをきちっとやると屋根がこううまくできますね。で、古いのと新しいものをこう変えていくと。で、これちょっとあまりにもこう狂ってる、狂っていうか狂ったり曲がってるもんですから、大工さんもこれじゃダメだってこう仮組みしてみたんですね。はい。それでいよいよ組み始めます。やっぱりこう、これ新しいね、腐ったところが入って、土台は全部新しいですね。はい。で、こう組み上がってくると、何もしなかったようにできてきますね。たるきは全部買いましたね、これ。使うと新しい使うとこういろいろ使ってます。で、あの小屋のバランス上で、ね、2階は塚なんでいいっていうことだもんで、あの塚を短くして、柱はこう短くていいもんですからね。で、これ昔の2階の床値段ですね。はい。で、造作始まります。この部屋はあの一応部屋にしないで、何度にしても小屋裏でね、腰屋根がちょっとこれまたクレーンでまた持ち上げてやりました。この辺新しいのと古いの分かりますよね。これ洗ったんですよね、これね。はい。で、あと仕上げの方ですが、これちょっと省きますけど、叩きにしてほしいってことで、あの近所 の庭師がね、一生懸命、はい。で、出来上がったのこうですね。位置がちょっとこっちずれたり、これ長すぎて短くしたり、で、腰屋根がこう乗ってですね、風が抜けてますので、これはあの床下環境です、これね。で、雨戸もちょぎってですね、雨戸で閉めてますんで、雨戸も使って、オードもあのもらってきたもんですから、これもらってきて、それ使った。はい。で、家の中ですね、これ、その階段ダンスですね、箱階段って言いますけど、これはあの
骨董品から20万で買ってもらって、あのいや僕が買ったんじゃなくてあのここにお二人ですねって言ったら、こうしたら乗っちゃってね、よしってわけでね、あのいろいろネットで買ったのこれねいや僕じゃないですよ、お世話さん。でまあ、あのこれが座敷が2つあって、縁側があって土間があってね、玄関は前はこっちだったんですけど、こっちにしてね、ここに座敷があったんですよ、次の間が。そんなにいらないって2部屋ね、20畳もあればいいだろうってことでこうしたんですね、はい。でここのところが南側になってましてね、アイサイドライトでペアガラスで木立てで、雨戸がここに、雨戸の戸袋も使って、ここはあのこっちに暖炉がありますけど、これがあのリビングになりました。これ蔵がね、蔵が5つばかったもんで、その蔵の塔を上手に取ってですね、ガラス入れてこうやってますね。これ向こうにも勝手があります、はい。でこういうことですね。でこれ雨戸閉めるとみんな真っ暗になるんですけど、ここだけ残ってますがね、一応こういうとこ傷が残ってますよね。これが昔あったのです、確かに。これ橋が思いで2軒半ね、これずっと4本引きでありましたけど、ここはフラットにして、これ蔵の塔を使ったテーブルです、はい。あ、それで今ね、民家のその移築再生っていうのが一つありまして、もう一つはこれちょっと結構大きな仕事でしてね、あの高校の先輩があの造り酒屋をやってまして、であのたまたまあの古畑に最初頼もうと思ってたんですが、ちょっと値段と、あの先生90歳にもなるもんで、僕みたいに言うことを聞いてくれないだろうってことでね、僕のとこ行ったんです。それで先生に監修って形であのやらせてもらった仕事なんですが、これはですね、実はあの道路がね、今最近観光とかブームで前の道路が広がっちゃって歩道ができるってわけで、で邪魔だってわけですよ、どかしてくれって話で、まあ、保証は出たみたいですけど、ちょっと待ってって話でですね、これを生かしたらどうですかと。こちらに工場があったんですよ、酒蔵の工場とかね、新しいその、ね、ステンレスの缶とか、はい。で、やっぱりよく調べてみると、50年前、105年前なんですけど、そのさらに前に、50年前に、この堀金ってちょっと安曇野の郊外にね、建てたんですよ。で、よくね、私のうちは古い家だからダメだとか言うんですよ、そうじゃないんですよ。材木を買えるくらいに金持ちなんです。だからすごく貴重なもんですから、こういうものをね、買ってくるんですよ、わざわざ。新築よりもこっちの価値があるということで。で、これはあのちょうど建て回した当時ね、その上棟式をやった時の建物です。これで住まいとお店をやってたんですね。で、ここにちょっと違ってみて、これが蔵造りで、蔵がちょっとあったと。庭がこっちにあってね、はい。で、これは30年ぐらい空き家状態で、こっちの方でね、あの近代的なビルを作っちゃって、ここはもう空き家状態であって、どうしようって話の中で、ちょっとこれ使わなきゃ偉いでしょって話をしてですね、でそういうことになったんです。だいたい新築並みのお金ならいいかっていうもんで、まあそんなにかからないはずですって言ってね、やったんですけどね、130坪ぐらいですからね、はい。それでですね、こういう状態、これはあの春から夏にかけてですが、造り酒屋だからもうね、ここから入ってるんですけど、すごいですよ、その酒の箱がね。でこっちの方に事務所があります。でこの道路がね、5メートル引っ込んじゃうんですよね、電柱も。でここに蔵があって、でこれ2つ、ちょっと分かりませんけど、ここ2つね、あの夫婦松が立ってます。玄関先のところにこう2つの松があって、その時代を超えてですね、こう縁起を担いでるあります。ここを入り口にしようってこと、これ見せようってこと、これって邪魔だねってことで、これをこっちに移動しました、はい。これもそうですね、その前の状態で塀も壊れてるし、ブロック塀だし、これもね、ここに道ができたんですよ。で、これ構えるわけはすごいもんですから、いいなと。道路から下がってますよね、これ。煙突もありますね、造り酒屋、はい。でですね、ちょっとこれ、あれですけど、この道路がこう、ずっと糸魚川、北へ抜ける、大町行く道ですけど、建物、ここにあったこの道が広くなっちゃった、道にあったのを、こちらに引きまして、トイレとこのメモリアルルームがありまして、これやりました。それからここのところはもっと下げて、そこに車を置いたり、夫婦松から入るようにしてですね、こちらに4メートルほど引いて、こちらに1メートルほど引いて、で余分なところを取ったという、そういうことですね。あ、こちらにこう米蔵とかね、旧事務所がここにあります。で、この事務所をここに移したとかね。でですね、こんなでかいのはいらないんですけど、まあ、一応このぐらいですが、こっちはちょっと、じゃあ壊そうってわけにいかないんで、なんとか残しませんかって話ですね、はい。で、ほとんど用途がないです、こっちは。つまりですね、ここのところが土間で30畳、40畳ぐらいありまして、で、ここに増築して、こういうところがちょっともうかなり傷んでました。で、皮肉なことに民家っていうのは、
直したものを壊すんです。大昔だったものに戻さないとねダメなんですよ。それでこういう後でちょっと簡単にやった新建材で作ったものを取っちゃうんですけど、一応あとここのところはね、これ70畳と角屋って出てますけど、本棟が2つあるようなもんでね、でここのところはねほとんどそのままにしようということにして、ただ畳は偉いもんで板の間にしたいってことですが持ち上げてやって、でこの土間のところがこれが事務所と店舗になりました。で2階もですね、もう景色がいいもんで、これ表2階と裏2階と8階段階段ダンスがありますけど、ちょっとこれ吹き抜けにしてですね、で上と下に、これまでやる約1年ぐらいですかね、設計からお金のこともありますんでね、はい、で図面描きますね、はい、でまあこれあと最初に分かるんですけど、こう新建材でこう押し入れがないから、隠居部屋を作った時にね、こう仏壇も置いてあってこういうふうにしてまして、ここはもうどん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 物を置くだけになってきてね、傷んでますね。屋根は持ってませんでしたね、はい、で座敷はこういう状態ですね。でもねこれやっぱりこうかつてはどうだったというのを見ると、こう ほのかにその接客ってものに対するね、昔の人たちのこの気持ちとか物を作るところより勢いっていうか、その覚悟っていうのはすごいってことがこれ見てわかりますけど、材料もすごかったですね、はい、で一応あの設計が済んで工事入るんですが、石がもったいないもんですが、その石をですねずっとこう今度新しいところを持ってくことに、コンクリートでベタ基礎を打ってから並べてレールを組んで引きます、はい、こういう大げさな仕事はめったにないです。でまあこうやってレールで引いて氷を着地するわけですね、はい、であと補強ですね、よろび直しとか、これ一応柱が細すぎてこれ持たないもんで挫折しちゃうんで、ここに太い柱でやって、でエアコンも吊ったりして、これ床暖房してますこれね、しかもで構造補強して造作を入ると、はい、で出来上がったと、はい、これねお店です。ちょっと照明はちょっとね、ちょっとそちらに一緒にちょっと手伝ってもらったりしてやりましたけど、とりあえずこれね、こう階段切れでしょ、これ全然いじってませんよ、これ汚れたとこ直したりね、それから、これ辺にこの昔そのお米を研いだっていうのとかね、これ樽とかね、ちょっと並べて、まあよくあるやり方ですけど、で土間はね、土間をちょっと有明の砂ってのはいいものですが、そのじゃ叩きみたいになってます、セメント入れてね、固くして土間にしました。こっちは床暖房になってますけど、向こうは床暖房で、そういうことですね、はい、でこれはですね、こことね、式台でこう床、これ天井でしょ、これ10畳の部屋が、ここは畳の部屋だったんですけど、寄り付き玄関が待っています。これをこっちから玄関土間にして、これいざというとこっちまで広げてですね、あそこに店舗になってますよ。でこっちから曲がるんですが、こっからこっち3分の2はね、ほとんど用がないんです。用がないって言っちゃおかしいけど、でもねこれちょっと壊すわけいかないでしょってことで、わかりましたって言ってくれたんですよね、はい、で座敷がこうなりましたね、はい、あとこれ山形村って松本の郊外の方に、これもですね20年ぐらい廃屋になってる家がありまして、でまだこれ水がなくてですね、ここに川がありますけど、川からこれお便所とお風呂です、水道がないんですよ。でアイターンしてきたね、京都からアイターンした人が3年ぐらいかかって土地と建物を探してね、ロケーションのいいところでって田舎暮らしがいいって言ってきたんですけど、で何年か見たんですけどね、やっぱりあれだこれだって言ったことうまくいかなくて、しかもお金が2000万しかないと。でいいですかね、じゃあ次行きます。で元々の建物これを見た最初ね、ちょっとこっちの方は見えないんですが、これはね全くね、その安曇野の景色がこうダーッとこう広がってましてね、山があって、いかにもその景色が素晴らしいです。寒さも素晴らしいですね。そういう場所ですけど、それでですね、これ見てわかりますか、これはカーラがちょっともう実は曲がってたり基礎も下がってたり、ここにお勝手を作ってあるんで土間にありますけど、これもいらないし、根気がありましてね、ここが便所とお風呂ですね、はい、でいろいろこれもね、これは3ヶ月ぐらいで簡単に、お金がないとね、意外とねいろいろ言わないね。つまりお金がないからこれしかできませんけど、いいですか、断熱材がほとんど入ってません、屋根裏もね、そうすると分かりました、なんとかお願いしますって怒るじゃんね。そうするとただしですね、最初は聞きますよ、全部聞きますよ、それは
あのお母さんが来たいと2人で暮らして、学生あの看護師さんだもんね、夫婦でね。で子供たちも来るし、で何かこう人がやった時とかね、それから犬を飼いたいとかね、あの織物をしたいとか、それからちょっともうちょっときれいにしたいとか、あの寒さはストーブで頑張るしかないですよって話でストーブにしたんだけどね、分かりましたって言うじゃんね。で皆さん断熱ってちょっと僕は言い過ぎだと思ってますけど、まあすいません、これはあの余談です。で一応ですね、これもですね、このとこに壁がちょっとあって、ここにも壁ありましたけど、あとはただ建具取っただけですよ。で床を入るだけ、大体こうなってますよね、床は。で古材を使ってね、これ足固めって言いますけど、ここのところであのちょうど土台が下にあって、このプラントを聞いてまして、足固めしてるもんで結構塚で持ってるっていうことなんですけど、それでまあ、あの解体しますとね、ちょっとやっぱりよろんじゃうんで、これ一応これじゃやるとグラグラになっちゃうんで、一応こういう状態で、それでこれが基礎打ちます。はい、で基礎打つときは石を固めるってことなんですよ、実はね。あの本当にやる場合は石までありしますけど、耐震の場合はとにかく100年も経ってるところですので、多分石もほぼ安定してるだろうと。でその石の下までこれスキドして、砂利をコンクリートと砂利を入れて、ワイヤーメッシュで、お金がないからね。でこれで土間を補強します。でこの石は石を固めるってことですよね。はい、だからところがですね、いいですよ、ところがそのあまりにも不動沈下が激しくて、この石も本当上げたいんですけどお金がないんで、じゃあって言ってこれを固めて、下固めて、上でパッキンだって埋めまして、でこの敷居と鴨居を平らにしたということだと、栗の木も曲がってますけど、栗ですからね、栗は大丈夫ですよ、本当に大丈夫、驚くほど丈夫ですね。はい、であとほらこれちょっとコンクリート打って、この石もねくれるっていう人がいまして、もらってきて玄関とかに引いたんですけど、これ玄関の土間にしましたね。であとこれ造作ね、ちょっと入れたりして、土台は取り替え、一部あの土台は残すとか残してね、お金のない時はまあこうやってやるんですけどね。はい、で出来上がりましてね、で格子だって、これもねあのアクリル板も入れて、寒いものですからこれ格子をやって、こう間取りはそのほとんどそのままですね。これね、ここに古い土台があるでしょ、これこうやって、でここにまたあのこれがね、常屋と下屋と分かれてまして、4軒の浜が三方にこう回ってます。これはそのまま生かしまして、で屋根はね、さすがに屋根偉い、屋根は当然当初からして、ここに暖炉ありますね、この暖炉1個でこの部屋を温めてます。それは寒いですよね、朝の。はい、でこれですね、でこれ蓄熱やりましてね、これ当然床張ったりとかすると、これ土壁のところは土壁でダメなんで、ここは断熱材入ってます、新しく壁作ったところはね。これはもう丸っきし化粧の板だけですので、ここは断熱入ってません。まあこういう乱暴なことはめったにしませんけど、まあでも豊かに幸せに暮らしてますよね。はい、でこれね、あのこれ例えばね、建物が低いもんですから、これ使うと6センチね、床を下げないと鴨居が決まってるんで、5尺7寸で約6尺とか5分っていう長さにするには、下駄剥がすって言いますけど、こうやってやって床を張り替えて絡まつんでね。でお金もないので塗装もしてません、これはね。はい、あれ分かった、ちょっと待って、もう一回戻すよ。ほらね、これ奥さんこれ運んでくるわ、こうやって趣味の世界。はい、照明だって安いですよ。でこれ洗濯物の干すとこで、これ犬がこうやってこれオード回ったもんで、これまたオードそのまま回してですね、で薪を積んである。はい、あそれで今のあれが終わりですね。その次もう一つ、まだいいですか時間。長屋門っていうのは、さっき障子の長屋門って私の家の中山道沿いにですね、庄屋さんの家だったんですけど、本陣かな、大体本陣っていうのはね、もともとお金があったんだけど、その前島市とかの頃になった時にまず郵便局を始めるんですね。だから本陣とか脇本陣とか問屋っていうのは、とにかくその情報の時代の中で一番先始めるのが大体郵便局です。でこれちょっと見て分かりますけど、これはねちょっと洋風にするんでね、この落葉って言いますけど、原業もありますから、それでペンキ塗ったりね、でちょっとこう洒落たこういうものが、これ奥さん取ってあったんですよ、これじゃあこれ使いましょうってことでやったんですけどね。あまあこれやったら、はいどうぞ。ちょっとこれでね、ここに増築したりしてね、この裏に住宅があるんですよね、ここのところに、これちょっと見てください。ここがど真ん中の玄関ですけど、これが建物を移ったことによってこの位置が変わったってことをちょっと頭に入れてください。でここが道路が下がって、道が広がっちゃって、水路が出てきて、これが沈み込んで、これ屋根の胸が曲がっててですね、これよく見るとかなり傷んでます。でシロアリもいたしね。はい、
でですね、これまあ一応やって一応ここだけは残そうって、あとあの別あの下宿にしてたもんですからね、何かここアパートが貸し屋にしたもんですから、他はまあしょうがないけどここだけは残しましょうよってことでこれ移動することになりました。はい。で一応ここがここまで来ます。で土台も変えます。これね、ちょっとこれじゃちょっとさすがに偉かったもんでね、持ち上げて、これなかなか技術がいる仕事なんですけど、はい。で基礎を打ち終わったらこういうことですね。はいはい、同じような感じで、あとここは増築です。これはあのこうお風呂こういうところにね、あんまり水回り入れない方がいいもんで、天井も低いし、でここにあのお風呂とかお勝手とかお便所とか作って、ここに今にして南側ですね。でここはあの寝室にしたのかな。でここは長いものとか空いてますね、こうやってね。はい、で建前ですね、ちょっとヘルメットかぶってますすいません、はい、でこう引いてできたところですね。これが長いものですね。これ真ん中ですかね、これ車が通って、ここがあの住宅で、こちらはあの、昔塾もやってたり郵便局の建物だってことで、これちょっと面白いものそれを残しました。はい、でですからさっきのこの玄関がここにあったでしょ、建物が映ったから横に立っただけです。でこれがあの持ち上がってね、で前庭の塀を取って、向こうへ3メートルぐらい引いたもんですから、ここに前庭ができて車が止まったと。まあ敷地が広かったので良かったです。はい、でこれは新築です、増築っていうかな。で増築だけど天井低くてね、あのあれが傷んじゃうもんで、それで上り張りにしてしょうがないから、それでこう床暖房です。で寒いから、あこれは暖かくしてますそういうことでね、で天井低いもんでね、こういう薄い照明しかつけられないんですよ。はい、あこれは、今度はお高って言ってですね、あの安曇野でこの築二街道って言って、あの糸以外抜ける道がありますけど、ここに問屋さんがありました。これはできたと思うんですよ。はい、あで一応ね、これもでかい敷地でお医者さんだったんでね、でこれでね800万もかけてね、これ直しだったんですよ。直し方がまずくてね、ちょっとこれは偉かねえかって、偉いんじゃないかってことも含めてですね、話して、まあ、やってみて、ちょっと腰が作ってあったんですけど、これ腰が荒で生子壁ですけど、ここがですね腐ってまして、取ったらこれでもうボロボロだけど補強したんですね。これでもちょっとこの重い土の代わりにここは無理だろうってことでですね、はい、これちょっとこれね、こういう状態だから腐ってましてこういうことないじゃん、もう土台な。それでもね昭和の初期に直してんだ、こうやってね。でたまたまここにあった栗の木があったりしたので、この栗でこうもう一回補強して落とし板も入れて、でしっかり金物で仕上げて、ここの腰板をの下地でやったと。これは造法になりましたね、当然ね。はい、で床を張ると土蔵って大体こうやって石が入ってまして、でこの中の土を壁に塗ってるんですね、実はね。でこう乾燥させてこうやってなってます。でここのとこが腐ってました、これね、雨が当たって。はい、でジャッキアップしていくんですけど、この石がですねまた使いたいものですから、この石もジャッキアップして、こっちでアレレルでやって、この石をどかして、はい、ここにこう引いてですね、ここに持ってくると分かりますよね、この建物はこういくんです、これ、ね、でここは部屋をあの新しく作りました。はいはいはい、でちょっとこれ今写真がでかくて、これつながってますね、きれいにできまして、こういう形であの土蔵が復元します。この辺が全部ダメだったのね、腰が行ったらね。はい、でここの建物ですけどね、これが南側なんですよね。ここに物置があって、ただここ取ったもんでこれ車が通るんですけどね、よほど軽自動車と上手い人じゃないのが取れないんですよ、これね、2メートルで。それで、ちょっと今の時代、中庭が広かったもんで、ここ90センチ切らしてくださいと。しかも南側に窓がないっていうのはまずいでしょっていうこととですね。で、一応、この生壁もちょっといい加減でしてね、いろいろダメなんですけど、それで、ちっとやろうということですね。はい。あ、それでまあ、あの床を剥い、大体床を剥ぐとですね、大体まあ、これは壁が結構あったんですけど、ちょっとよく見てくださいね、こういうとこね、こういうとこ入る、これこうですよ、これをでヒアリングするとね、昔は針が出て、毎年は針が出るんですよって言うんでね、ちょっと多分やられてますよっていうことでね。ところがね、はい、ここのとこなんか床柱の下なんですけど、こういう状態なんですよ。でこんな大工さんのくせにね、こんなとこに勝ったって、ね、意味があるんですよ、実はね。ここがものすごい嫌かったんですよ。それでも持ってるんで、なんとかね、床が。で、これはね、継ぎしました、しっかりね。はい、まあ、基礎ですね。
これはベタギソできちっと13ミリの、ね、200ピッチでこうやって、ダメ穴はこうやって埋めといて、ダメ穴でまた差し切ってこうやるんですけどね、ジャッキアップしたものが。で、こういう場合はですね、石を固定する、これ石土台の下でやらないとダメなんですよね。土台の下でやらないと、土台まで埋めちゃったりすると土台変えられないし、土台を変える時もそれで、木造だとこうやって柔らかいのでこうやって持ち上げといて下ろす、持ち上げて下ろすってこうやっていくと大体平らになります。ところがよろびは直りません。その後よろびを直す、アンカーボルトってね、はい、でコンクリート打つじゃないですか。で土台ね、ほらの下でコンクリート打ってでしょ。でこれはまた立ち上がりが、こう土台を受けるための立ち上がりです。これダメ穴です、はい。でそれでですね、これかなり下がったりいろいろして、柱を入れたりして土台ほとんど変えてるじゃないですか、こうやってね、生きてるものは使います。でね、ここまでお金がよく出しにくいんですけど、ここまで徹底的にやるとですね、ほとんど吸収できますんで、余分なお金はかからないですね。だいたい新築並みプラスアルファの手間です。材料はあるから助かるじゃないですか。で今これね、ジャッキかけたりしてね、埋め木したりね、非常にこう足固めをしっかりしてまして、はい、で出来上がったんですね。これさっきの90センチ切ったんですよ、これで白壁にして窓を開けてね、ここのとこ、これで3テラス、これ3、ちょっと広すぎて3ルームにしました、はい、部屋の中ですね。これ変えたかったんですけどね、これ奥さん気に入ってて分かりましたってことですね、はい、あ、これはですね、まだ時間いいんですか、あといいですか。これはちょっとね、ビフォーアフターがちょっとまずいかもしれませんね。でも昔はね、僕ちょっと良かったかもしれないちょっとだんだん太って、これスペイン行った時にね、このガイドさんがね、僕に帽子かぶせてね、ポーズ取れっていうのでこんなになっちゃって、そしたら後ろの商品がこんなことやっちゃったんで、まあこんなことです、はい、でさっきのね、建物ね、これが、はい、こうなりました。これは大変な仕事だったんです、全部壊して、この中に「おえ」っていう大きな部屋が、それはそっくり残して、これは全く張りぼてです。だからここのところに空間ができちゃって、小屋裏何度になってますけどね。で腰屋根つけて窓を排熱をしてますけど、基本的には平屋です、はい。でこれもですね、ちょっとこれ見ると、これ後ろに見えたら、これ灰屋ってってね、お便所です、外便所で、これ塀作って車あったんですけどね、ここを車庫にして、これ取ってね、車庫にしてこの塀も取って、こっち引いたんですよ。でこれも引いてね、こうスズメドリがでかすぎる、バランスが悪い、はい、あれ、あ、これここがね、ちょっとね、コント取って、これ約1メートルちょっとこっち引いて持ち上げて20センチほどで、これを後ろに引いてこうしました。スズメドリもつけ直しました、はい。これは産室ですね。こっちに本棟作りの母屋があるんですけど、若夫婦がね、同じ敷地に住みたいということでね、で、大体これはですね、これいよいよやるってなった時に、中にこれだけのものが入ったわけですね。これを出して、これを生かそうということで部屋にするわけですね。で、これはね、これ壊したんですよ。壊してもう一回、簡単なんですよ、壊して組み立てるって。持ち上げて引くのはお金かかりますよね、実はね。はい。で、こうなりました。でね、バルコニーはやめてくれって言ったんだけど、奥さんがどうしてもここに洗濯物を干したいって言うんでやったんだけど、今はね、全然使ってない頭でしたよね。いや、それでここのところで今干してます。お二人とも先生でね、ここのところに土縁がありまして、ここのところに干してます今ね。で、これはほとんど使ったので、こちらが子供部屋で、こちらが難度で、こちらが我が夫の部屋で、これが座敷で、玄関でね、これ反対側が取ったところですけど、これ持ち上げてね、つまりその全部基礎を打って、もちろんこれ当然確認取ってますよ、真面目にね。で、これができました。はい、で、これは私の事務所の前で来た時に、これ酒屋さんだったらしくてね、これがね、座敷だったんですよ、かつて。それが店舗として貸した時にお店になってて、その床屋さんかなんかやったみたいです。で、2階も空き家になってましたね。はい、でこれがこうなりました。これ若夫、ここにコンクリートでこうできてます。これね、鉄筋コンクリートで若夫婦と老夫婦と6人ぐらいで住んでます。これは持ち上げてね、これちょっと工事のプロセスやるとまたあれなんですけど、ちょっと飛ばします、はい、大丈夫です。あとは立てあるもんでね、しゃべりすぎだって言われてるし、これがね、これ大正ロマンって言ってね、これこそ看板建築ですね。
で、これ、まあ、実はね、ここに石垣があって、ここお堀だったんです、この下、ここ、ずっと。松本城のお堀の下を地下1階、地上2階のこれサイディングの建物があって、これが耐震診断した結果、0.7 っていうわけですね。でも、壊そうかって話だったんですけど、いや、ちょっと使いますよって話で、はい、ほとんどわからないと思います。かなりのことしてますよ、これ。これ持ち上げて50センチ引いて、これ床がね、20センチほど上がってます。床を上げるってことはね、建物を曲げなくちゃいけないんで。それからこれがサッシで、これがアルミサッシだった。これ木立てにして、メタルワークにして、これも作り直して写真見てね。で、板塀にして、壁を塗り直して、鉄壁石をこの街並み合わせて貼ったという仕事ですけど、裏側はこう看板建築ですね。ここだけ綺麗にやって、裏は新築でやりました。はい。あ、それで終わりですね。で、その次これ木曽谷にあるですね、産室です。馬と牛と一緒に暮らしてるんですね、かつては。それで、隣に家を作っちゃったもんでいらないっていうわけですね、これね。で、さすがにね、これを見るともうお坊さんの出るお医者さん、我々はお医者さんのつもりで言うんですけど、お医者さんが出るよりもお坊さんですよね、これね。ところがですね、この時にね、僕夜残業してたらね、東京からね、悲鳴のようなね、ちょっと話し言葉で面白おかしいかもしれない、本当のことですよね。電話が来てね、私はここで生まれ育ったんですと、高校も後輩なんですと、女の人ですね。これでいよいよね、来週壊すんです、なんとかしてくれませんかって言うんですよね。なんとかしてくれませんかって見てないしね。これでじゃあちょっと声が綺麗だったからね、多分言ってもらえたんだけど、ですぐ飛んでったの、次の日で。これでちょっと偉かったんだけど、骨格がしっかりしたもんで、これちょっととにかく行き晴らしだけしようと、まあ決まってないしね、相手がね、行き晴らしだけして、ちょっと番付してね、ちょっとその分お金出してくださいとね。バッチャンと壊すと大体坪3万ちょっとですけど、行き晴らしで5万ぐらいなんですよね。で、そのあとにちょっと100坪もあるんでね、ちょっとこれ残しておきましょうって言って、それで5年ぐらいかかってね、置いといて行き晴らして、はい、これ真冬ですよ。あ、それでこうなりましたね。旅館になりました。これ結構な旅館で、今ね、極上の湯宿って言ってます。極上の湯宿、はい。で、家の中はこうですね、はい、床暖房ですよ、これ土間でね、真ん中吹き抜けにしてね、で、部屋をずっと貼り付けて、はい。あとね、蔵座敷、これが松本にね、城下町の中にこう、町屋の中に蔵が、これ道がここにあります、六区ってもう、見とりですけど、ここに蔵があって、蔵座敷です。この蔵座敷もちょっと、これをね、50キロ離れたところに移築しました。はい。そうですね、さっきのその旅館の特別室です。ここはお風呂じゃなくて、お便所とかね、何度にしたんですけど、はい。部屋の中こうですよ。1階は座敷になってね、2階でこれ4人とか6人で泊まれます。トイレね、こっち作って、はい。あとこれはですね、これも30年ぐらい、やっぱりこれ不思議でしょうか、面白いでしょ、これ千鳥の窓で3階建ての銅像です。眉村って言います。眉をこことこことここに部屋がちょっと埋まってましてね、これがもう時代が終わりますと放置された状態であったんですけど、たまたま私がその民家をちょっといくつかやってたらね、相模湖のお医者さんがちょっとなんかないっていうわけで、何するんですかって言ったら病院作りたいっていうんでね、でね、お金がないから設計だけしてくれたらあとはやるって言って、ちょっとデザインが下手なんですけど、ちょっと見てください、はい、これをこうなったデザインはモチーフはもうね、こう千鳥見た通りに一松のこう窓ですね、鉄骨階段とかありますけど、これ全部ほとんど自分で作ったんですよ、これ。こういうのとかこういうのとか自分で買ってきて、で、古材を取ったりして、こうみんな自分で洗って、えらいことですよ。これ全部解体して持ってくるだけで550万買ったかな。でもそんなもんですね、はい。で、家の中は、ね、こう分かるでしょ、これ2階建て、これも確認取りましたからね、構造も。2階建てにしなくちゃ持たないので、これ、一応この絨毯がね、これで太いもんですから、よかったんですから、千鳥窓で、これ開けますとまたこうなりますけど、ここのちょうど筋交いがこううまく入ってるのかって、こうやって、うまくいったんですよ。それは当然、構造屋さんと相談しますよ。これ途中までやったらね、金物だらけになっちゃったんです。そしたら、お節さんがね、ここまでやったの、ここら辺まで。そしたら、もうやるなと。で、
これはあの確認済み書はもらってません、これは。でこの間地震来たけど、あと俺が責任持つって言ってました。まあすいません、ちょっとそういう乱暴な話ですね。ここだけの話が多いです。すいません。はい。で、これがさっきのね、すごいですよ。蔵ってね、強いよ、弱いんです。真ん中に柱2本しかないね、こうやって。これ、8軒の5軒半だったかな。これ、柱が総合して全部通ってますね、こうやってね。だから窓がちょうどこうやって抜くからね、非常に合理的で、お通し板。で、ところが、お通し板が長い間にね、ログハウスと一緒で下がっちゃうね、こうやって。だからそこのところは当然補強して、これがエレベーターです。3階建てだから、ここに前を倉庫をしまっててですね。はい。で、これがさっきの部屋になりましたね。まだ髪の毛がかろうじてちょっと、今よく覚えてしまって。はい。これが、はい、これも直しまして。あ、これはいいのかな、なんだろうか、どっちにあるんでしょうか。あ、ちょっともう一回戻してください。これをね、25年前に、貸してくれるって、この門柱のこれしょうがないこれ取っといてね、これは。あと木を切って駐車場にしたんですけど、松とちょっと下庭残して、これきれいに足場組んで高圧洗浄をかけてペンキ塗って、この壁もみんな窓も一応シングルガラスですよ。断熱材が一切入ってません。それでも僕みたいな元気で風邪もひきません。だからそれもまた言いたいんですけどね、はい、ガラスシングルガラスですこれね、昔の歪んだガラスです。シャッターもつけてません。でこれが応接間だったところですね、はい、これが今この応接間になってますもんね、はい、でこれがね畳のね待合なんですよ、これこたつがあって、でここの壁は漆喰だったんですけど、これちょっとね綺麗になって、はい、これがあ、私はね別に女性だけにしたくないんですけどね、女性しか来ないんですよ商品が。これで、ね、女性だらけの部屋でね、こういうことでハーレムって言われてます。まあ一応設計にこう床暖房して、ここはねもう断熱材が何も入ってないしできないんで、こう床断熱材を入れて床剥いで、土のまでのところに塚立ててやってまして、エアコンと床暖房でやってまして、女性はこうやってね寒がってまだ電気つけてね、電気使い放題でちょっとまずいと思ってますけど、はい、これは縄手通りっていう、ね、松本城の城下町ですけど、六万石の城下町とこちら町屋でですね、ここがこのお堀の三重のお堀の中に、明治時代になってここに与柱神社ができまして、この中見世です。この中見世がこう仮設でこうとこのところをきれいに直すっていうね、ふるさとの川モデル事業っていうのがありまして、国と県がやってくれたという、この保証金が出まして、でこの周りの人たちからね、やたらめったらどけどけ、これ道なんでね、道に建てるってことはありえないんですよね。わかりますよ、皆さんご存知ですよね。これ道に仮設だったらいいんですよ。本気で仮設を作ったっていうね、こういうことになりました。石垣を積んで、これは県でやりまして、さらにこっちのところに残った道路が11メートルですよ。その両サイドにこういう作ったんです。これはやっぱりこれ武家屋敷がこっちだもんで、それでちょっと本気でこの嘘をやるというね、長屋門でこう川を道路と見立てて、それから門をこれポケットパークを作って、建物をそれぞれの用途でやって300メートルはやりました。これふるさとの川モデル事業ってことに、あ、ふるさとなんとかって賞をもらいました、ね、はいはい、あ、終わっちゃったね。終わっちゃいましたけど、普段ですね、私は新築が大体7割から6割、最近ちょっと民家が多くなってきたんですよ。新築でも民家に学ぶ家作りってやってるんですね。で日常に民家があるもんで、それを壊さないで同じ値段、毎日はマイナスアルファなんですけど、マイナスアルファに持つのもやかったですね。お金が新築以下でできて、それで残って現代に来て100年持てばいいじゃないですか。でお世さんとはすごい長い付き合いでね、それでやったうちは誰一人と偉い目に遭ったって人は いないと思います。でそれだってその家とともにね、こうやって作ってますんで、まあ我々にとってこれは僕当たり前のことなんですけど、もしね、いろいろそういうことをやる機会があったり、なんかにあっちょっとすいません、ちょっと俺ね、すいません、さっきのね、日本の話、まだいい、もう、
ちょっとね、皆さんほらコルビエとかね、ライトとかあのミースとか、ガウディとかご存知だと思いますけどね、日本にはね、それ以上にすごい人がいっぱいいると僕は思ってるんですよ。それでですね、日本の建築以前の日本の美意識とか、日本人としてどうあるべきかっていうのをね、常に僕はあの思ってるんですけど、まあね、皆さんどんどん言いますよ、みんな知ってると思いますよ、聖徳太子でしょ、弘法大師7でそうでしょ、長元ってことですよね、長元紫式部清少納言してますよね、運慶会計してますよね、西行してますよね、足利義政、義満、義政してますよね、世阿弥、利休、芭蕉、北斎、北斎はすごい人ですよ、北斎元折宣長、小形光琳、小上光悦、西郷隆盛、坂本龍馬、明治以降は柳宗悦、柳田国男、この国の形っていう本がありますけど、司馬遼太郎、この辺の話を聞くとね、参っちゃいますよ、僕は。なんでコルビエなんですかっていうね。やっぱりね、でね、やっぱりね、仏像でしょ、それが本ですよね、源氏物語とか、それから絵画がありますよね、書がありますよね、雪舟がいますよ、雪舟ね、舞がありますよね、小上禅、花がありますよね、池坊とか、お茶は表千家裏千家、要するに明治になって以降ですね、あの一応その外国から来るんですけど、谷口義郎とかね、堀口一成って人がいますよね、で村野東馬って人もいます。でもね、この時代に名前が残った人たちがどのくらいこうこの国のことを考えてたか、日本の美意識ってことを考えたかって時に、それが我々の血の中に必ずあるはずなんで、そうすると司馬遼太郎さんがね、この国の形という本を5つ、6冊書いてました。あの時にね、サリン事件でね、ご存じだと思うんですけど、司馬遼太郎がね、これは絶対本書かなくちゃ、本とか何とかしなきゃ日本がおかしくなると、戦争ってとことと、あのサリン事件のあのことがですね、とてもじゃないけど日本って国は土地を売るとかね、そんなことをする国じゃなかったはずだと、美しい日本って何だろうって、この国はどうあるべきかって必死になって考えて残したんです。そしたらね、この間司馬遼太郎の安藤国の安藤忠雄先生のすごいね建物を見てきたんですけど、そしたらね、21世紀に生きる君たちっていう文章がずっと流れてましたけどね、あれを見たらね、ちょっとね、ちょっと動けなくなっちゃったね。21世紀を生きる君たち、私は21世紀は見れないけど、君たちは21世紀を見るんだと、その時にね、この国はどうあるのか僕に教えてほしいって言ってるんですよ。でその人はね、私はね、他のことはよく知らないけども、本当にね、お裾分けしたいほどね、歴史の人たちの素晴らしいのを見ているっていう。僕も建築は一部ですけど、そうじゃなくてもっとこう我々日本人としてこう、まあ、田舎人としてでもいいんですけど、何かこのやることがあるだろうっていうか、やらなくちゃいけないことがもうちょっとあるだろうっていうの中で、そういう人たちの先人のそのいろいろな知恵とか苦労とか思いとかね、美しさとか価値観とか、そういうものを何とかして残していけたらっていうか、そんなお手伝いができたらということで今やってるんで、まあ今日ね、大勢でもないけど来てくれて秀原さんが僕を呼んでくれたもんですから、ちょっと知ったらね、楽しく聞いてほしかったもんですから、そんな話をさせていただきました。とりあえず締めました。すいませんでした。基本的に民家再生はね、住宅の場合ですよ、確認がいらないですね。で皆さんご存知ですか、主要構造物に基礎が入ってないって知ってます？主要構造物で、特権になるとちょっと偉いね、移築したりして酒屋とか、酒屋がなぜできたかっていうと、あれはですね、個人の持ち物であって、でいろいろ苦労したんですよ、あれね、どうして残すかって、その時にまず建物は物置だったんですよね。
酒屋の社長さんの住宅の物置なんです。物置を物置のまま引くっていうことですよね。引いてで取りました。あと取ってないですね。これ店舗にするのは100平米以内、ね、100平米以内いいじゃないですか。こっちは既存の座敷だということにしておきます。既存 で、あの100平米、99.98 平米ぐらいで収めておいて、それからあの消防法はね、毎年来るもんで、消防法はあのクリアして、で、あの事前にですね、あの建設あの事務所に行ってですね、あのそういうふうにやるけどいいですかってごまかさない方がいいかなごまかさない。すみません、なんか取られちゃうんだね、こういうの。ちゃんとごまかすのはいいっていうやつは聞いて、ごまかさない方がいいかと思いますけど、あとね、住宅だと本当に建築小さくなるってことと、基礎をきちっと直すんですけど、あの基本的に、耐震補強は当然しますし、補助金の場合はね、筋交いとか入れなければちょっと面倒くさいんだけどね、結局壁壊して、ね、筋交いと金も入れなければでね、ちょっと大工さんに言わせると、なんでそんなことするんだって言うんですよね。抜きと、まあ動いちゃうんですけど、抜きとあれでね、やってます。あと、限界体力計算、お寺、ちょっとお寺もやってますけど、お寺はやっぱり限界体力計算をしてですね、その中でやってますんで、耐震、それは大勢の人がいて、どうなってるんだって言われた時には、普通の筋交いの補強でなくてですね、やってます。まあ、あんまりごまかしてないんですけど、ギリギリのところで頑張ってます。相談を受けて、これは再生できないよと。ではないですか。まあ、ゼロ。ゼロだと思います。すべて。すべて。俺ね、保存問題の時にね、藤岡なんだっけ、鎌倉ですけど、鎌倉設計の藤本さん。藤本さんがね、僕いくらでも壊した方がいいだろうと言った時にね。民家じゃなくて建物で、古い建物で全ては生かす義務があるって言ってくれたんですよ。ただしその時にお金がどこで買えるかとかね、そういうことありますけどね、基本的にはね、柱一本でも、まあ極端な話ですよ、残そうと思えば記憶として残ることはできる。で、僕はできるだけ残そうと思ってますけど、それでもね東京のね、酒屋さんとかね、飲み屋さんのうまいもんだね、あんな板をちょっとなんとか上手に使うとか、そのプレーリーで使ってたアメリカの、ね、板をね、塗って使うとかね、すごくもっと大事に使ってる感じがしまして、びっくりしました。僕らはほら、構造とか使えないものは使わないっていうことでやってるんですけど、基本的に今までね、僕は壊すお金を直す方に回せてくれってことで、基本的には壊すってことはまずないですけど、お施主さんがね、余計なお世話だっていう時はしょうがないね。じゃあ葬式ぐらいしろっていうことね、それは林昌司先生が言ってくれた。建物だって命があるんだから、まだ元気なうちにね、壊すってことは自分の都合だろうと。だからお葬式だけは罰当たるよって僕は言ってやってます。最悪でも資料保存だけはしとこよっていうことは言ってますね。資料保存、記憶としてね、もうそこに物が残ってないとは全然ダメですね。そこに物が残ってると、あ、そうかとか、来た時にとかね、何気なくあるってことはありますけど、そういうことです。量の方はありますけど、基本的には残すっていうつもりでやってます。質問は一番最初の例で大体坪50万ぐらいっていう、そうですね、大体こう平均するとですね、どういうような経済の感じなのかなと。それで、まあ、今の最後の説明のように本当にプライスレスなんですね。価値みたいなものはこう依頼主、それから近隣の方は残してよかったというものができたと思うのは換算できないところはあると思うんですけど、まあ、その辺も含めてなんかこう、これいくらぐらいとどういうものかっていうようなご説明をされているようなことがあればですね。ですね、今の費用対効果の話なんですけど、はいはい、基本的にね、まあ、ちょっと最近ちょっと厳しいところもあるんですけど、規模が大きい、家が大きいんです、大体。小さいうちはまず、まあ、大体60坪とか70坪ですので、だけどお風呂とかお方とかね、システムキッチンとか、断熱とかやると、電気とかね、それは普通の住宅と同じにかかります。ただし、その材料がですね、
構造材と造作材も一部残りますけど、構造材がだいたい坪5万から6万ですね。で、造作材がやっぱり5、6万で、だいたい10万ちょっとなんですよ。材木って新築でも。わかりませんよ、これ田舎の方はの話ですけど。そうするとね、手間がね、やっぱりこの基礎が逆さだとか、解体の費用も坪2万ぐらい、あの全体の解体のことはありますけど、やっぱりこう2万ぐらい余分にかけてやればできますんで、トータルするとですね、ほとんどね新築以下になります。で、大きいか小さいとね、やっぱりさ、で大体こういった、こういったお世話に最初に言うときは、まず新築並みにかかると。で、僕は新築以下の費用でやるのを原則として目標にしてますと。若干安心しますよね。そうすると、ただでっかいから、あのちょっと金額がね、3000万とか4000万とかかっちゃう場合があると。普通はだいたい3000万、2500万とか3000万、我々の方でですよ。住宅で40坪とかそうだと、65万から70万。もう設計の人なんか80万とか90万とか設計をやられて100万とか言って、とんでもないですよね。僕400何件やってるけど、100万超えたうちっていうのは2件ぐらいしかないね。本当に。まあそういうことでですね、あの、で、さっきのうちもですね、結局4000万なんとかして用意してくれって話から始まってね。で、あれ平屋にちょっと2階はね使ってないんですよ。だから小屋裏になってまして、あそこにずっ と断熱材が入ってますけどね。それで70坪ぐらいあるんです。65坪ぐらいなのかね。それであれ4000万ぐらいできたんですね。だいたい50万ちょっとで何とかしないといけないかなって。お世さんだって大変ですよね。これだけやったら、これだけかかるんだったら、道楽でやってるわけじゃないんでね、やっぱり必死ですよね、お世さんだって。で、金の準備とか、あのやっぱりローン組んだりとかなると、その辺のお手伝いもしなくちゃいけないししますんで、やっぱり、まあ、コスト的なことはね。あの、で、設計料はほぼ同じ、あのもう2割とか言ってますけどね。あの、フリアって僕の先生はやっぱりもっと取ってますし、あのやっぱりすごい全国区だもんね、あの人は。僕は地方区だもんで、全国区はねすごい人いますね、やっぱりね、あのお金のある人で。だけど我々はこういうのをね、まあ何とかしなくちゃいけない。まあ、あの基本的にはあの新築以下でできてます。あのコストコントロールは有名住宅メーカーの、はい、なんとか100年原築とかいろいろところよりも大分絶対安いですね。安いってますよ。で、これ二重壁にしてね、あの通気層とか取ったりして、あの付け柱とかしたりすると思います。で、あの梁のところはちょっとね、ダメだもんで、上はね、あのなってますけど、いろいろ工夫してます、そういうのはね。はい、いいですか。はい、あの、解体する場合、まあ、坪あたり3万あ、べしゃっと壊すときで、で、引き晴らしの時はね、5万ぐらいやっぱ坪ですね。で、番付してね、機械で壊した方が手で壊すより安いんだと。あ、それはそうですよね。実際にどうやって壊すの、番付した材料と取っておかないといけない材料と壊していい材料を。いや、それは運棒でバリバリやっちゃうわけ。いや、いけない。あのそれはあの小手さんもちょっと慣れてないから困るんで、ユンボを使って抜くところでタルキとか取って、もうノジだとかイランダとか取っちゃったりして、タルキもね、場合によっちゃ負傷がなかったり。丁寧にこう、そうですよ、活材料は、そうそうそう、機械を使ってでもこう、そうそう、壁をちょっとね、土蔵の場合は壁をちょっと相当削って抜きは切っちゃうんですよ、負傷がね。抜きは切っちゃうんですけど、そこであの傷つけないようにやって、その後は手で壊します。で、これなんかもえらい乱暴に見えてますけど、そうでもないんですよ。あの上手に、あの床下はもうダメなもんでね、やってますけど、あの番付したのはこれからね、あそこまでやったら今度ちょっと一部手で壊したりしてね、手と機械で両方でやります。クレーンで丁寧に壊したんですね。そうです、クレーン使う場合もあるし、ユンボでね、ここにちょっとこうワイヤーつけたり、あのあれリムスつけたりしてやったりしてます。ありがとうございます。まあ、こうやって見るとね、あの大体こういう状態見るとね、ああっていう周りの人は言ってますけど、待ってください必ず戻りますから心配しなさいって言うんだよね。はい、あ、畳なんかも結構使います。こうやってね、畳取っといて、畳の上に捨てれば大丈夫だし、あの基礎が痛めないんでね。はい、工事する工程は決まってるんですか、それとも決まってない。あの私はね、決めたくないんですよ。
ところなんで、どうしてもお金がね、もうそれ以上っていう時はね、やっぱりこう慣れた人じゃないといけないんですけど、今やってるところは何軒かそこの工務店さんと大工さんね、50、60ぐらいになった人はできるもんで、こういうふうにしてやったらできますよって言ってですね、なるだけ地元の大工さんでやって、僕20社ぐらい付き合ってます。なるだけ遠くから持ってて、先生はね、うちしかできないって言ったもんで僕辞めたんですよね。あ、またそういうこと言っちゃいけないね。だけど、いずれにしても、そこ私しかできないよっていうんじゃなくて、誰でもできますよっていうことの中で、その地元にあるお節さんと付き合ってる工務店さんとかで、こうやってらできますよっていうようなことでですね、話して、で設計料だけちょっともらわないといけないもんで、設計管理が大変なもんで、ね、そうやってやって、地元の職人さん、そうそう、最初はね、なんか設計士っていうのは嫌なやつだなっていうふうに思われてますけど、2回目か3回目になると、あ、こんなことができるんだねって言って、またやらせてくれっていうのが多いです。もう嫌だって人はほとんどいないと思いますけどね。設計料はどういうふうにして算ですか？設計料だから、壺でいくじゃないですか、普通に。私は壺7万もらってるんですけどね。だから、だけどでっかいとね、壺7万と40坪あると指針280万ですよ。あ、この辺の話もまあちょっとね。で、壺を、周りの人たちがね、壺ね、8万とか言ってるのね、まあ、僕は壺7万もあれば十分なんですけど、80坪のうちでね、7万ももらえないんで、ちょっと安くしてますね。そんな安くでいい？いや、だから、書院はいっぱい来るんですけど、金払えないんです。書院にね。まずいじゃん。まあ修行のつもりでって言ってやりまして、この間もちょっと銀行行ってちょっとお金借りてきました。確かに。女房がこんなバカな仕事はやめた方がいいよって言って。まあいずれにしても壺7万以上はちょっとね、お節さんちょっと取れない田舎だとね。で、70万の1割でしょ。だって70万なんてうちまったんやるんですよ、私ね。まあちょっと新築もやればよかったけど、新築はちょっと今縄手だけ新築です。揚げ引き屋と、完全バラすのとバラす方が安いっていう話だったけど、 そのどちらを選ぶかっていう判断っていうのはどういうところで決めてるのかを知りたい。教えて。それはね、まずね、地面から下がっちゃってる部分は上げたくなっちゃうんですよ。どうしても水がついてジクジクしちゃってね、掘ればいくらでもできるけど、建物が下がっちゃってるから上げるじゃないですか。上げるっていう作業の場合はもうね、上げなんていい場合、周りを突き出していい場合はそうやってやりますけど、そうじゃない場合は解体したら安いです。引き屋でね、持ち上げてこうやるだけで壺3、4万かかっちゃうんですよ。で、突き出して基礎やっただけで、まあ基礎がちょっとやりにくいんだけど、まあどかしてやった方が楽なんですよ、全然。それで1週間で大体バレちゃうんでね。だったらバラしちゃった方が安いよ。そう。だから結局ね、民家ってね、プレハブですよ、昔の民家って。だから、国の国使ってないんで、スポンスポン向けるんですよ、クレーンで。それで、シャチってのだけはちょっとね、壊さなきゃいけないけど、他はね、こう、ズボッズボッと抜けますんで。そうすると意外と簡単にできて、番付だけしとけば、大学さんはお手のもんでね、慣れた大工さんだったらまた組んじゃいます。番付は大工さんと一緒に。当然大工さんと一緒にやりまして、保存する建具とか照明とかね、いろいろ使う名簿とかそういうのは当然取っておくんですね。そうすると工務店が変わると、その大工さんも。いや、そういうことはありえない。使ってくれていい。いやいやだからその工務店さんのちょっと年季の入った大工さんをまず紹介してほしいと。それでその人とずっと組んで大丈夫だねって。で、皆さんプレカットっていうのをたくさんやってると思う。僕はね、プレカットってめったにやってたんですよ。大工さんの技がないじゃないですか、プレカットなんか。柱逆さに立ってもわからないでしょ。だから大工さんに、あなたはそれでも職人ですかっていう時ありますよ、それは。だけどやればできるじゃないですかって、あ、本当だねって言ってくれるんで、基本的にはそういう職人さんが喜んでくれますし、今引き屋がいなくてね、引き屋がね、大工さんまだいます、若い人。引き屋と全解体の方が安いのに引き屋をする場合の理由が知りたい。あ、それは何だっけ、今下がってる場合だね、今ね。下がってる場合はちょっと上げるだったらもう解体した方が早いっていうのがあります。移動したりね、移動は当然だよね、回したりね。回すってことをやったことあるけど、やっぱり金かかっちゃって、最初はちょっとそれでやったんだけど、やっぱりちょっと高くなっちゃうね。
それでね、あの腫れ物に触るようにやるもんでダメなんですよ。壊しちゃうとみんな腐ってるところとか変えられるんですよ。その間に建前の前に戻せるんですよ。ほんと大体1人区ちょっとでね、解体したと1人区ちょっとで補修ができて、でしっかり。これは何で引いたの？これはあ、だって道路がサウンド下がってるし、道路が外に建物が行っちゃってるね、これ。いや、だから全然解体しなかったよ、ね、あ、これはね、基礎が意外としっかりしたってこととね。それで、なんだっけ、土が偉いんですよ、これ。ものすごい土の量で。で、ちょっとそれはね、あ、これもそうだけど、それはちょっとね、土の車間の仕事が、土蔵の場合は偉いことでして、で、そういう場合はやっぱり、残す方向でいくと。地下壁とかを残したいときは全解体選択できない。そうそう、ちょっとね、そう、それで壁がなくなっちゃうもん でまた土で戻せないじゃん。ラスボードとかね、削りでやっちゃうとすると断熱材でやらなきゃいけないんで、それはそういうことで、ね、ケースバイケースだけど、まあ基本的にそうやってなるべく土も、最近はなるべく土も生かそうと。これなんか特にね、土も。どうぞ。いいですか？大きな声出します。感動的なお話ありがとうございます。で、先生のお話の中に、木やうめきがよしという言葉がありましたね。なんとなくは分かるんですけど、もっと具体的に言うと、どういうこと？ね、僕は大川先生から聞いたとか、実際の短歌館 の再生ってやったときに、間取りをなるべくいじるなと言われて、再生というよりも保存に近かったんですけど、さすがにね、柱がね、こうに曲がってたんですよ。靴縛ったけど、でひびが入ってて、で結構傷んでたんです。でもうこれは新しく変えて作ってやったらいいって言ったらね、君ね、それはダメだって言うんですよ。なんでダメかっていうと、その時代で、当時はこう立ってたかもしれないけどね、長い間にそれで馴染んでるんだと。それで記憶がそこに残ってるものを、記憶喪失みたいな建物を作るなって言われたんですよ。そういうことと、やっぱりこの物を大事にするっていうことと、命がある限りね、その絆創膏貼るようなことかもしれませんけど、それは傷、あ、それともうちょっとね、傷じゃないって、それはただ単にね、こうはつってね、なんか天井を張るためにこう貼ったりするのはほとんど汚くやってありますけど、きれいにのみでついてね、きれいに缶の中でね、積み出してやってあるんです。それはね、美しさですよ、やっぱり。それを聞いたときにね、やっぱりそれはそうやってやるべきだと、記憶を継承するべきだっていうのは、千の琉球が言ってたってことはすごいなと思って聞いてます。でも私、俺善光寺さんの あれ曲がってますね。ここに曲がってる、曲がってる、あれもそうね、うん、あれも行かそう。あれは直さない、直せない。あれはね、やっぱりね、欅がね、ちょっと松本の方から交換の時、火事になってね、やった時にね、半生で来ちゃったんですよ、はい、これで急いで去ったもんで、そしたらぐっと戻っちゃったんでね。でもあれはね、やっぱりその記憶だと僕は思います。で、あ、木が曲がったってことは、風でね、いつもこう木っていうのはこう風でもって起きようとしたとき、その風がなくなって力が直弾だったらまたこう戻っちゃうじゃん、こうやってね、木が。それでああいう癖ができるんですね。で、その木組みは癖組みって言ってるのはね、その宮大工たちが言ってることのすごいことところでありまして、それはやっぱりね、その木心ってものを知って、癖を組むっていうこととね、それを何も なかったがとくやるっていうのはすごくことで、それでも曲がっちゃったものはやっぱりそれは歴史じゃないですか。それは生かすべきだろうっていう。先ほど紹介するの忘れたんですけど、これ川上さんが書かれた本で、今日の話の本がかなり入ってます。ぜひ僕を。あ、いやいや。今日はここちょっと一瞬儲かった時だったもんで、ね、ちょっと本出したら最近儲からなくなって困ってますよ。あと金曜会はですね、こういう本を購入しますので、その本はあそこのために一番端のところに金曜の会というところで置いてますので、こちらに来られる時に考え方は読んでいただけます。題はどういう題ですか？住み継ぐ家の物語。あ、これ後で見ていただきます。さっきのことです。その時代その時代、自分の時代でね、壊したらいいもんじゃないっていうのがあって、できたら作っあるものは残しやし、作ったら次の世代、100年持つのに次の人が30年で次の世代知らないよっていうのはね、まず僕はおせっさに小言を言います。そうです、ね、何を言ってるんですかって。だからなんとかこうね、直すのは結構だけど壊すことはないだろう。じゃあその後のご質問は食事しないのでいいので、じゃあ最後には拍手ということでお伝えいたします。